はい、ありがとうございます。先ほどまではですね、日本国際ボランティアセンターで何をしていたのかっていうところをお伺いしたんですけど、この動画では今理事としてされていらっしゃる団体の紹介含めてご説明いただきたいなと思ってます。改めてなんですけど、ご説明いただいてもよろしいですか？平和村ユナイテッドという NGO で、まあ、私も理事やっているんですけれども、この団体は結構新しくて3年前に立ち上がった団体です。これを立ち上げた人がさっき説明した日本国際ボランティアセンターで、私も一緒にチームでアフガニスタンの支援をしていた人だったんですね。アフガンで関わるんだったら、やっぱ男女ペアで行くことでいろんな情報を得られるっていうこともあったので、私にとってはとても大事なワークパートナーで、コンビといったらあれですけど、アフガニスタンを一緒に行きましたし、でずっとアフガニスタンと一緒にこう関わってきた人なので、まあ、その人が改めてアフガニスタンに、まあ、新たな関わり方をもう模索するという意味も込めて立ち上げたんですけど、はいはい、JBC 時代は医療支援だったり教育の支援だったりっていうことを主にやってきた一方で、アフガニスタンだけじゃないですけど、いくらいろんな支援をしたとしても元々の生活が守られない、平和でない限りまた同じことが起こってしまって、積み上げた成果もなくなってしまってっていうことがあまりにも何度も繰り返されるっていうことがあったので、うん、究極的には平和な暮らしを取り戻す活動、そこにダイレクトに働きかけることが必要なんじゃないかっていう思いで立ち上げたのが平和村ユナイテッドです、うん、あ、そうなんですね、うん、じゃあ実際は活動地域は日本だけどアフガニスタンっていう国も対象としている。これは将来的にはもっと広げていきたい思いはあるんですけど、うんうん、今はアフガニスタンとその隣のパキスタン、うん、アフガニスタンにものすごいこう影響力を持ってるパキスタン、この2つの地域で平和構築の活動をする現地団体がそれぞれありまして、はい、あ、そうなんですね。アフガニスタンにはアフガニスタンの、はいはい、パキスタンにはパキスタン団体がそれぞれあって、そことパートナーシップを組んで日本からサポートしている形です。なるほど。じゃあ実動するのは現地の NGO ですか？そうですね。ただそこに必要な物資であったりだとか資金というところに対してもサポートして一緒に連携を組んでいくみたいな、ね、何が問題になっていてどうアプローチするかっていうことを一緒に議論した上で、それを働きかける、まあ、企画なんかは一緒にやって、うん、で実際私たちは庭は日本にあるのでここからになりますけれども、それぞれのパートナーにいろんなバックサポートという形で関わっています、うんうんうん、あ、そうなんですね。実際にちょっと聞いてみたいんですけど、今パキスタンとアフガニスタンにパートナーの NGO がいるっていう話あったじゃないですか、うんうん、それはどうやって見つけたんですか？アフガニスタンの場合は元 JVC が現地化して現地の団体になったそのままの団体ですので、うんうん、JVC 時代の仲間が今パートナーシップとしてあります、はいはいはい、でパキスタンの方は JVC 時代に関わる中でやっぱりパキスタンに行くことも何度かあったんですね。その中で知り合って、それもまた JVC 時代から話を聞いていた紹介してもらった団体だったので、最初はまあ初めましてだったんですけど、今は何年間か活動を共にしている、はい、そうなんですね。同じパートナーです。でも今平和村ユナイテッドでそこをパートナー契約してると思うんですけど、でもそれってもともと JVC の時に関係性があった団体だと思うんですけど、あれ JVC はどこ行っちゃったんですか？ JVC は去年ですね、はい、アフガニスタンでの活動を一旦こう終えているので、あ、まあ、向こうもそれきりになっちゃうのも嫌だしということで、なるほど、ね、平和村での活動は続いているし、はい、ある意味サステイナブルそうですね。本当にいろんな活動形態ある中で一つの大きな選択肢だと思うのは、はいはい、うん、日本の NGO だった NGO が現地化することで、うん、日本がいなくなったとしても、うん、現地で活動を残り続けるというのは目指すところかなと思いました、はい、だから JVC のしっかりと議論した内容は継続性につながったってことですよね。そうですね。 JVC が例えばそこの活動終了したら、そもそもその事務所もクリアになるはずですもんね、本来は。そう、本当はそうなっちゃうところを、うん、まあ、避けるために現地の団体が残っていて、うん、また違うパートナーがいていいですね。今ピースウィンズジャパンもアフガニスタンのその現地化した団体と組んで活動しているので、はいはいはい、そういう形に持っていく、結果的には。あ、それは確かにすごいですね。サステイナブル、サステイナブルしかも日本との働き方というか、そう、よく知ってる、めちゃめちゃよく知ってるからやりやすいですね、はい、あ、そうなんだ、はい、なるほど、うん、ちょっともう一点聞きたいんですけど、平和構築に対してのサポートを平和村ユナイテッドではするっていう話だったじゃないですか。平和構築って具体的に何するんですか？これ結構難しい問題かなと思ってて、難しいですし、いろんな意見があってしかるべきだと思います、うん、まず平和は何かっていう定義から始めないといけないし、私たちが具体的に今やっているのはとても大事にしていることなんですけど、あくまで現地の人たちが願う形、思う活動っていうことを私たちにが共感したならサポートするという形なので、はいはいはい、現地の人たちは平和という言葉さえ考えたことがなかったとか、うん、紛争続いてきている中で、うん、そこで生まれ育っている人たちにとって銃っていうのは本当に最初の解決策になっちゃうんですよね。そういう現状がまず
ずあると、うん、それはまあ認識しないといけないんですけど、でもそれを変えたいと思ってるのは私たちというよりか現地の人なんですよね。そのアフガンの人がこういう紛争が続いてきた自分の国で、うん、やっぱり戦争を終わらせるために何か働きかけをしないといけない、銃しか解決策がないっていう現状を変えたいと思っている、うんうんうん、そう思ってる人たちに私たちが共感するので、じゃあこれを変えるためにどうすることができるかっていうことで話し合って、銃じゃなくても話し合いという解決法があるんだっていうことをこう思い出して、なるほど、もともとね議論好きなんですよね、文化的に村の人々も議論で対話で解決するっていう方法を忘れてしまって、武器に頼るしかないみたいなことが長らく続いちゃったんですけど、そこを戻したいなるほど、めちゃくちゃ難しい課題ですね。あ、そうなんです、言うはやすしなんですけど、いや難しいですね、はい、これなんでかで言うと、もともと結果としても見えにくい部分もあるじゃないですか、うん、10年20年とかそれぐらいの単位をやって変わるか変わらないかの形の結果ですもんね、うん、なんでそこが難しい一つと、もともと環境が違えば、もしその人たちが銃社会じゃなかったらそういう考え方が生まれないわけで、でも今アフガニスタンで今まで起きてきた結果がそれをもたらしているっていうことなんで、それを改善するっていうのは考え方自体を変えないといけないんで、めちゃくちゃ大変ですね。私たちもかなりアンビシャスだと思っているし、そうしている間にも例えば目に見える支援だって必要なわけで、そこのジレンマは常にあるんですけど、根本的なところにアプローチするという姿勢はずっと持っておきたいなっていうのと、やっぱり一番根拠にしているのはアフガンの人たちがそれをしたいと思っているという気持ち。もしこれが全く外部の人たちだけで、銃社会ダメだよみたいなことをいきなり言うっていうことはちょっと入り方として違うかなと思うんですけど、それが他ならぬその人たちが戦争を経験してやっぱりこれを変えたいと思ってる人たちがいる以上、そこを信じたいなと思っていて、アフガンのスタッフたちももともと銃しかない時代を生きてきてるんですけど、それでもそれを置いて違うやり方っていうのに希望を持ってるので、そこを一緒に信じたいなと思って。で、国際社会って言うとまあ広いんですけど、アフガンの人がアフガニスタン以外のその国の人たちからそういうサポートを受けられてるのって精神的にとっても大事だと思うんですね、まあ、そうですよね。今ね本当忘れられていくような問題が多い中 で、世界は忘れてない、日本の私たちも、あなたたちのチャレンジに期待を持ってるっていうことを伝えるっていうのは、なんかこう世界から見られてるっていう思いでとても支えになるかなと思って、精神的サポートも大きいと思います、とっても、ね、ありがとうございます。加藤さんが今後やっていきたいところとか、自分はもっと今後はこうしていきたいなみたいなのがあったらちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、今の理事の団体でもいいですし自分としてでもいいんですけど、何かありますか？今までの活動の中で一つ見えてきたのが、今まで NGO 活動とか国際協力っていうと自分が行って何かをして変えられたらっていう思いもやっぱりあるにはあったんですけど、最近そのアフガンの人とかパキスタンの人とかと一緒にやってる中で、本当は私はいらないんだなっていうのに改めて気づいて、そのために現地の NGO があって、パキスタンもアフガニスタンも市民社会ってすごくあって、いろんな団体ができてきて、その人たちこそが活動して自分たちの問題に自分たちで取り組めるのがいいっちゃいいし、その外からねおせっかいに行く必要がないのが一番。ただその国際交流とかお互い刺激合うという意味でこう関わり合いたいんですけど、自分がこう行ってなんか主体的にやるというよりかは、そこにいる人たちが自分たちでできるような環境が一番だなっていうのを思うので、JVC が現地化したみたいに、いろんな団体が自分たちの地域で活動するのを応援するような立場で私は入れたらいいかなと思いましたね、とても。ただ現場には行きたいと、だからその時は観光として外から来て見れるような立場に、そういう平和な時期がいつか来ると思って、まあ今はだから私はあくまで日本人なので、日本からできる後方支援みたいなものが自分はできることなのかなと思いました、なるほど、ありがとうございます。本当におっしゃった通りで、今の時代だとウクライナ問題とかがねすごくニュースとしては挙げられてるんですけど、その他の国々でもまだ苦しんでる人たちはいるし、助けを求めてる人たちはいると、まあ、そこに加藤さんはアフガニスタンに対してアプローチをずっとし続けてると、まあ、これが一番大事なことですからね。そういったところはすごい今日のお話聞いて感じましたね。ありがとうございます。はい、今日はですね、国際協力の中で、まあ、NGO で働かれていて、その中の対象国としてアフガニスタンでずっと働かれていた加藤さんにお越しいただきました。はい、この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。